卒業した皆さんおめでとうございますそしてプータロの世界へようこそさあ君たちは今日めでたく卒業しましたそして同時にプータロの世界へ来たわけですね塾長が一番一年のうちで今日という日を待っていたんですねなぜかというと今日まで 君たちは自分の行動を取れるようにとれるようにと一生懸命勉強を利用して生活してきました朝早く起きたり勉強する一生懸命勉強したりすることは実は自分ののの行動を取るたため一一つ一つの手段だったんですねそしていよいよその進化が問われる時が来ました卒業して学校がなくなります全ての時間が自由自在です そんな中でで君たちは何をするでしょうか合宿で見た朝日あの朝日の末端として君たちは存在していましたその末端として君たちはこれからこの自然の恩恵を受けながら今度は全てのものに何を恩返ししますかどんな提供をするでしょうか楽しみですねまだまだお返しすることが分からなくてそして今いろいろなことを勉強しています さあ君たちはどういう行動をするでしょうか君たちは何かを提供するために今いろいろな勉強をしていますどんなことができるかまだ分かりませんでも必ず一人一人にその提供できることが潜んでいますさあそれを見つけましょうこのプータルの時期に停滞しているか進んでいるか 大きなな分かれ道になります君たちはこれまで1年間何をやってきましたか今日からのために君たちは自分の行動を取れること自分の行動を取って一歩一歩毎日進めるように練習してきたわけですただ勉強してきたわけじゃないんですそのために君たちは毎日頑張ってきたんですさあこれから高校までの少しの間何もありません毎日 止まっているか進むのか自分で決めましょうあなたはどちらでしょうか君たちはこの自然の中にいて物事を提供して幸せになる権利があります素晴らしいことをしてくださいワクワクすることをしてくださいよろしいでしょうかさああなたができることを毎日探しましょう太陽が毎日昇っているようにあなたは止まっていてはいけません ししっかりと進んでいきましょう卒業名とそして「プータロの世界へようこそこれから少しの間「塾生」と「プータロの世界で頑張っていきましょう。それでは。